今日も寝癖がすごいです。すごく浮いております、髪が。今日は17日、おはよう。17日、よいしょ。パンジュラモンスターさん、ヤスベイさん、ハヤトさん、ジーさん、エンジョーさん、ププさん、マショウさん、テツオさん、 KRD さん、ブラスマニアさん、クマクマさん、ダイちゃんさん、ひらておじさん、あまぐりくりちゃんさん、青色大好きさん、レッドアイさん、モンジさん、ギョッシーさん、キヨニーさん、津田ひろふみさん、クロシロさん、クレイジーさん、むっちゃんさん、もちゃもちゃさん、ジャガボックルさん、ビッグボスさん、ユウさん、ゴキザリーさんグラハムさん、ホリちゃんさん、タカさん、マルヒロさん、トムキさん、マーチさん、MKG さん、おはようございます。そうなの、昨日の夜9時かな、ワンオクロックがなんか YouTube に動画を出すみたいな告知があって、んって思って、新曲かなって思ってたんですよ。そしたら完全感覚ドリーマーっていう歌があるんですけど、それを完全在宅ドリーマーにしてましたお家で撮ったみたい。みんな本当の自宅っぽかったよ。手洗いの動画途中入れたり、なんか部屋着みたいなんておったり、もう寝癖でギター弾いたりみたいな、めっちゃ面白かった。ぜひ調べてみてください、 YouTube で。ワークロック完全在宅ドリーマーだけども出てくるかもしれない。そう、平田おじさんもそうなの昨日見たよ、もっと ST の動画見たよ、ありがとうございます、ありがとう。はるさん、おはよう。アタックさん、おはよう。朝食な、あきさん、おはよう。渇望の福岡さん、おはよう。ジョークスノーさん、ジャクソンさん、トロちゃん推しさん、阿部ちゃんさん、ソルさん、おはようございます。パンジェラモンスターさん、50年のありがとう。道秀さん、おはよう。昨日寝落ちした？そうなん、そう、ボーカルのタカはリモコンをマイクにして歌ってました。でもユナもたまにする、リビングとかでマイクありのふりをしたいときは電気のリモコンとかエアコンのリモコン使ってやる。ツインテール、髪結ぶ、これとりあえず適当でいっか。結べるかな、寝癖がすごいな今日。そう、在宅で弾いてね。マスオさん、50周年のありがとう。ミハヒナさん、おはよう。アコーのヨッシーさん、おはよう。クレイジーさん、50周年のありがとう。カメさん、ユーポンさん、おはようございます。カズリンさん、おはよう。アッキーさん、おはよう。サイズ的にお気に入りのリモコン、なんだろうな、サイズ的に。でもこの、あのカラオケのマイクが一番やっぱいい、これがいいけど、それ以外のリモコンだったら何が好きかな。でも結構気まぐれだよ、なんでもいい感じ、とりあえずそこにあるのを使うみたいな。ハトサブローさん、おはよう。青色大好きさん、50年のありがとう。高めツイン、いやー、寝起きで高めツインはちょっと無理恥ずかしい、高めって上でしょ、上まで上がらん気がする。あれ結構ケープとかでグーってやるんですよ。
今日目が離れとるって言われたもんね。ダメや、落ちてくる。ともあきさん54年ありがとう。ハッチさんあーよ、おはよう。コーンさんおはようございます。する起きたらユナの配信の時間だったん。すごい、たまたまやね。運命感じた。マーチさん54年のありがとう。寝癖がすごいのよ。ちっこい口でやるし、できるかな。めっちゃボサボサになりそう。どこまで読んだ。マーチさん54年のありがとう。カメさん54年のありがとう。スクショスタンバイ中。そうなん、目が離れとるって言われた今日。髪の毛伸びたよ、だいぶ伸びた。よいしょ。ひでみさんおはようございます。あら今日もお仕事。ファイトはい、ったんもう行っちゃう。みはひなさんおはよう。あ、2回目かな。宮本浩一さんおはようございます。アッキーさんありがとうございます、フォロー。なおさんおはようございます。今日右が寝癖がすごいらしい。みゆの配信終了したら始まった。みゆみゆさんは6時半から7時半なのかな。ぴったりに終わる人。私はすごく適当ですわ。だいたい8時頃。今日はでもちょっともうお腹が減ってきてるから8時過ぎには終わろうかな。8時から点呼タイムぐらいにしようかな。ゆなゆなは動物の森やった